どうも、基本一人です。今回はですね、うちで5年以上食べ続けてる、ブルーベリージャムといちごジャムを、紹介したいと思います。こちらの、いちごのジャム、ブルーベリージャム、ライジングっていうブランドでですね、100円ショップで売ってます。ダイソーではない100円ショップですね。セリアとかですね、キャンドゥ、オレンジ、レモン、こちらはレモンで買ったんですけれども、レモンで108円で売ってる、まあ要するに100円ですね、100円で売ってる、いちごジャムと、ブルーベリーです。これ以外にね、オレンジもあるんですけど、うちはオレンジはね、あんまり食べないんで、こちらで、使ってます。そしてですね、これがですね、私が知ってる限りでは一番安い、ブルーベリージャム、いちごジャムですね。ということで、この辺、見てきますけれども、ラベルですね。後ろのラベルをね、ちょっと見るとね、気がつくところは、まあ、すぐ気がつきますけど、エジプト産です。朝日商事という、千葉県の会社が輸入してますね。でもまあ多分瓶の中に入れたりも全部多分エジプトでやってると思います。それで、まあとにかくね、エジプトとかね、インドとかってね、僕もインドは行ったことあるんでね、日本と比べるとね、果物がもうめちゃくちゃ安いんですね。だから例えば、これ100円って信じられないですよね。日本でいちごなんか、日本のいちごってすごい高いし、日本で取れるブルーベリーなんかもすごい高いんで、それだとありえないんだけど、インド旅行行くとね、ざらにね、1キロ100円ぐらいでイチゴとか売ってるんですよね。まあ日本のやつみたいにね、あんなに大きくて見てくれは良くないですけれども、まあジャムにしちゃったら一緒ということで、多分ですね、エジプトで、まあとにかくめちゃくちゃ安いわけですよ、果物が。その果物が一番安い時期に、まあ大量に買ってね、まあ要するにジャム工場で大量に、原料買って、そこで、作って、まあ日本とかに、まあ安い値段だけども、大量に作って大量に売るよという、そういう仕組みで、出来上がってるんじゃないかなと思います。で、安いやつね、探していく過程でね、やっぱり一番最初に目についたのはですね、これなんかよりもちょっと小さめのね、紙パックに入ったやつですね。あれがたまに98円とかで売ってたりするんで、それが一番安いんじゃないかなと思いましたけれども、そちらがね、150g ですね、容量が。で、こちらはですね、330g で、100円なんで、やっぱりこちらが一番安いなという感じ。あと、これよりも大きいですね、880g とか 900g、1kg とか入った瓶詰めのやつもね、あるんですけども、そちらはね、ちょっとね、やっぱりさすがに、300円とかで売ってる場合もありますけども、いくら安いからって言ってもね、やっぱり、使い切れないというかね、これなんかだと大体僕の家だと冷蔵庫に入れて、まあ、2週間ぐらいで、使い切るという感じですね。まあ母親がね、ヨーグルトに混ぜて、食べたりとかですね、してますね。最近の安いヨーグルトって砂糖ついてないんで、砂糖の代わりにこういうブルーベリーとかイチゴのジャムを、つけたりなんかして、で、僕の場合はパンに塗って普通に食べるぐらいな感じかな。そんな感じで、やってますね。あとまあちょっとここでこのジャムでね、笑えるのはですね、上の方にね、割とその何て言うんだろう、こちらの上の方に、割と果肉、要するに、ブルーベリーだとか、いちごのね、果肉をね、わざわざなんかね、ある方を乗せてるみたいな、操作をしてますね。下の方はどっちかというとあまり果肉がはっきりしない、どっちかというと砂糖の成分が多いやつをね、下に入れて、上のね、4分の1から5分の1のところにですね、要するにブルーベリーとかいちごの果肉成分の多い部分をこうちょっとわざとらしく上に乗っけて、なんか、いいジャムですよってなんか、言ってるというね、そういうね、ご愛嬌はね、ちょっとありますけどね、ちょっとね、ごまかしじゃないけど、
そういうのはありますけども、下の方のやつもね、十分美味しいですしね、全然変わらず美味しいです。ですから、まあ本当にこれが一番安いんじゃないかなと思いますね。ということで、ありがとうございました。